こんにちは。今日は園芸店でお買い物してきたのでご紹介したいと思います。チューリップピンクを、同じ色で30球買ってきました。また土などを耕した後に、埋めるところを動画撮りたいと思います。あと種もいくつか買ってきたんですけれども、まず持ってるものからちょっとご紹介します。まずなでしこ、ラベンダー、金銭花、レンゲソウに、ネギに、パセリ、シソ、大根、あとオクラに、ブロッコリー、小松菜、高菜、あとはもう埋めてるのもあるんですが、カーネーションとか、アスター、ラベンダーや、カンパニュラなど、ちょっと咲かなかったのもあるんですけれども、これはルコウソウは家で採れたものです。あとアスパラとゴーヤーと新しいレンゲソウもあります。早巻きしちゃう方なので、失敗して咲かなかったり育てられなかったっていうことが時々あります。ではこの間Amazon で買ったピンクフラワーガーデンです。こちら植えていきたいと思います。あとスイートピーはもう大好きなのでいろんな種類を買ってます。こちらは大きいタイプのスイートピーです。あともう一つが、大きくて切り花用で、結構ピンと立つタイプのようなので、こちらも植えたいと思います。飾らないように注意しようと思います。それからこちら西洋芝、ちょっとちっちゃくこんもりと鉢植えでやってみたいなと思います。ではパクチーですね。水耕栽培したら失敗しちゃいました。芽は出たんですけれども元気がなくなって肥料とかどうするんだろうって迷ってるうちに枯れちゃいました。これあと赤玉ねぎ、兄弟のリクエストで、こちらはサラダビーツ、こちらだけもうすでに植え付けしてあります。種まきしてますがまだ全然芽は出てきてないです。ビーツの種はこんな感じです。ビーツ水にしか食べたことないので、野菜として採れたて食べてみたいです。でプランター、ちっちゃいもので種まき用なので、こちらセリアで買ってきたクラフトの紙コップでミニタイプのものです。穴をまず真ん中に大きく切りで開けていって、まとめてちょっと 2,3 個一緒にやってしまってます。その後に、四隅に4つか3つぐらい穴を開けた方が水はけがさらに良くなります。うちは割と湘南なので潮風が吹いてくるせいなのか、結構ベタベタしているんですね。種まきした後に水を切らさないようにまめにスプレーをしたりしているんですけれども、でベタベタしたりちょっとぬるっとしたりすることも多くって、風は結構あるんですけれども、風通しがあまり良くなさそうなので、穴はなるべく多めに開けています。逆に今度そうするとすぐに乾燥しやすくなるんですけれども、乾燥しやすいくらいの方がいいのかなというふうに感じています。ここからはひたすら穴開けをしていきます。
では種まきをしていきます。最初にピンクフラワーガーデンから開けていきます。この種なんですが、いくつか、混ざっておりまして、ちょっとミックスタイプはあまり慣れていないんですけれども、スイートピーとか麦仙のギダゴ、他8種類というふうに書いてます。下の方が切り口になっていたので、下の方に全部溜まっているので、一旦上の方に種を落としています。ゴツゴツしていたのがもうスイートピーだろうなっていうのは分かってたんですけども、結構押された跡があったので、ちょっとちゃんと発芽するのかなと少し心配になってます。栄養紙を半分に折って、そこに入れる方法をよく YouTube とかで知ったんですけれども、スイートピーの種に関してはコロコロしているのでちょっとやりづらいです。はじめに手に出してどんな種が入っているのかっていうのを確認してから広げていった方がいいと思います。かなりコロコロしてます。全部出してみます。そこの方にもいっぱい溜まってます。全部まかないので残っててもいいんですけれども、このセイロガンみたいな形をしているのがスイートピーの種です。若干平べったくなっています。これだけ転がりやすいので、コーヒーフィルターが近くにあったので、その中に一旦待機します。種まきでもし余った場合にはコーヒーフィルターに入れっぱなしにしないで元の袋にしまった方がいいと思います。乾燥した状態にしておかないといけないんですが、コーヒーフィルターだと湿気を吸ってしまう可能性があるので、うまく発芽しなくなってしまうかもしれません。種ごとに分けようと考えていましたが、かなり細かい作業になるので、もう適当でいいかなというふうに思ったので分けるのをやめました。あまりこういうのは購入しないのですが、ちょっとたまたまダイソーの園芸売り場で可愛いなと思ったので買ってしまいました。種まきを部屋でできるように、卵パックには赤玉敷いてないんですが、この可愛いポットには赤玉の大粒を少しだけ敷いています。その上に種まき用の用土を乗せて水であらかじめ湿らせています。ラベンダーが一番好きで、ラベンダーだけが咲いていればいい派なんですけれども、それだと地味になってしまうので、いろんなカラフルな種を今まこうと考えているんですが、やっぱりどうしてもラベンダーは最優先になってしまいます。上にかける土もペットボトルに入れるとかなり使いやすくなります。少量でもパラパラとふりかけをまくような感じでかけることができます。黒猫のポットは終わりました。ラベンダーの種が余ったのでしまってから次のポットに植えていきます。
次は白熊のグレーのポットに種まきをしていきます。こちらはカラフルにしたいので、ピンクのシリーズにしてみます。最初にスイートピーを5粒植えようと思います。5粒にしたのはちょっと多いかなと感じたんですけれども、芽が出ない可能性もあるので、約まあ3粒ぐらい咲けばなんとか絵になるかなと思いました。それ以外のピンクの花も本当は種ごとに分けてバランスよく巻きたかったんですけれども、かなり細かかったので、もうあとは出てきたらどんな風になるのかというのを楽しみたいと思います。卵パックの土にもピンクフラワーのミックスシリーズの種をまき終えました。上から土をかけたので指で押しています。あとは、こちらはシソとパクチーを2つずつ植えていこうと思います。大きい方には赤玉ねぎを植えていく予定です。刺芽種まきの土なんですけれども、細かいといえば細かいんですが、ピートモスとかそういうのと比べるとやはりつぶつぶがいろんな種類が入っているので、若干ペットボトルだと詰まりやすくって、かけていてもたまにちょっと大きすぎるんじゃないのかなと感じるのもありますので、若干使いづらいかなというふうに感じています。パクチーの種は手でちょっと押すとプチッと2つに割れるので、1個で2つの種になります。続いてシソの種まきなんですが、シソの種まきがすごく苦手で一度も発芽したことがないので、今回うまくいくかなと様子を見ています。シソの種を一晩水につけてから植えるといいというふうに口コミもあったんですが、試してみても全く状況変わらないので、何回も撒いて、あと季節とか気温とかを見ながら種まきを挑戦していきたいと思います。では途中経過などの成長記録をまた上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。